それじゃあ、あなたの好きなアイドルの名前、教えてもらえますか？していきますよ。よろしくお願いしますね、特別プロデューサーさん。
リレーションズ。素晴らしいライブでしたね。詳しい内容の評価が届きましたので見てみましょう。ハイスコアです。うわあ、すごい数字。あれだけ素晴らしいライブだったんですから、ある意味当然かもしれませんけど、でもやっぱりすごいです。すごく疲れてたみたいだったので、ミキちゃんにはもう帰ってもらったんですけど、先ほど事務所の留守電にミキちゃんからのメッセージが入っていたんですよ。あなたに一言お礼が言いたくてかけてきたみたい。今再生しますね。もしもし、ミキだよ。やったやったやった、ライブ大成功だったね。ミキ嬉しくってつい電話しちゃったの。盛り上げてくれて本当にありがとう。会ってお礼言いたいな。ねえ、また事務所に来てね。ミキとの約束なの。ああ、ごめんなさい、急に大声出してしまって。気づいてましたか？ほら、スコアの数字、とってもキリのいい数字ですよ。こういうスコアが出るとなぜだか少し気分が良くなりませんか？狙って出すのも偶然出すのもどっちも難しいですよ。どちらにせよとにかくすごいです。あんまりすごいからいいものお聞かせしちゃおうかな。実は最近私のパソコンでミキちゃんの声が聞けるように設定してもらったんです。だからそれをお聞かせします。彼女のファンのあなたなら価値を分かってくださるでしょ。では行きますよ。よろしければ A ボタンを押してください。おはようなの、星井ミキだよ。今日ものんびり行ってみよう。今日も一日お疲れ様でしたなの。
ゆっくり寝たいって感じ。アホ、ゴミ捨てといたよ。えらい？新着メールが来たような気がするよ。やったやったやった、メッセージが来たよ。アホ、それから次回以降のライブでは新しいアクセサリーや衣装が使えるみたいです。次のファン感謝祭も応援してくださいね。そうそう、あの今日の曲にはアレンジ違いの別バージョンがあるんです。次のファン感謝祭からその曲も使うことができますよ。